第四席吉郎天下大乱国家大変の祈願をなすこと並びに今川北条の合戦藤吉郎初陣のことこれが毎日のことでございますからそのうちに浜名の家中若侍の耳にいる中島いや貴公松下のあの藤吉郎が 毎朝記念没しておるあの文句を聞きかえああ聞いた天下大乱国家大変いやさようさようとんでもないことを言うやつじゃないかさようさ浜名のご家中の者が聞けばこいつ知っているから差し支えはないが他領の者が聞くようなことがあったら浜名武士の面目にかかわる 藤吉郎へちょっと忠告をしてやろうじゃないかそれがよかろうと若侍がある朝藤吉郎が神祈りをしているところへそろってやってきた天下大乱、国家大変になさしめたまえ何とぞ天下大乱、国家大変になさしめたまえ大きな声でやっている木下おはよういやこれは 中島、近藤おそろいで「功を毎朝毎朝一生懸命に神祈りをするじゃないか何神を念じていさっしゃる」「ハ矢をよろずの神」え「え矢をよろず?」言うことが大きいな何と言って拝んでいる天下大乱国家大変になさしめたまえとこの通り大きな声で拝んでいるのが ららには分からんかん木下貴公は高慢のことを言うがその祈りようがおかしいじゃないか世の中に天下大乱を祈るやつがどこにあるものか天下太平国家安ど五穀成就即彩延命法を祈るのが当然だ天下大乱国家大変なんぞと多量の者が聞いてみたまえ浜名武士はたわけだといわれる藤吉郎 これも聞いてニヤニヤと笑ってはっははっはらは天下大平を祈るか知らんが東吉郎はそうでない天下大乱を祈るこれが当然だ馬鹿を言わっしゃい同じ人間だそんなことを言って祈るものはないそれが気こうはいかん天下大平国家安穏、五国常住息災延命と祈りをするのは の三つだ。卑しくも藤吉郎は武士の片割れ天下が太平で国家が平穏では武士が出世するのはどこです天下を大いに乱れ国家大乱にならざれば武士の出世ということはあるべきものじゃない一朝平安となり矛を交えるようになり初めて武士の出世という時が来る天下太平であったなれば 武士ののの出世は尋常にでできるわけのものでない。されば乱世になるよう一生懸命に祈っている「はあ藤吉郎の腹と貴公らの腹とは雲泥のそぶいだ情けないものだな若侍これも聞いてあっけに取られこいつ大変なやつだこれでは口が利けないえらい騒動野郎だ藤吉郎木下という人はない」 松下の騒動何と,と言われようとも藤吉郎さらにそんなことは滋賀にかけないしかるに彼が祈りのかなったというわけでもあるまいが工事2年如月木木の中旬北条相模の神、その子左巨帆太夫かねて今川を倒し街道を所領にしようという計略今度2万5,000の軍を起こし 今川寮分境よりは中心櫛の葉を引くがごとく今川家においては直ちに寸原山三角国の初代将を集めて駿府の序ボ中部にて分岐表情をこもって戦いをしようというものもありまた富士川の川べりまで押し出してここに戦いをするというものもある。 今川義元は街道の領所母と言われたお方ジョボチュブにこもって何で北条を引き受けようや東方も直ちに藤川まで出馬をい出し大河簿境として十分に戦いを試みんという大勢で軍勢三万人今川の吉礼によって先人は朝日奈備中の神ところが小仁田方は 軍略に長けけた人でななれば務まらない浜名の松下嘉平次今回の小二田方を仰せつけられた昔の小二田今日でいう市長なかなか難しい役さあいよいよ出馬の支度だ浜名の女房中は上を下への騒ぎ友吉郎は主人嘉平次が小二田方の大将を命ぜられたことを聞き 主人紛へいで「え殿様おめでとうございます」何じゃ吉「何者とお吉何がめでたい」「いよいよ北条と親方との取り合い」「ご藤家様が小仁方をおつかさりになるんだそうで」「戦いがあってめでたいか」「めでたいではございませんが武士の出世は戦地にある」「んどの店が盛んになるようなもので」 それにつきましてご先様私はお供が叶えることでございましょうもな。いや藤吉こたびの戦いはその方は友を申しつけるわけにはいかん留守をしてもらう。へえ何で私は戦地へお供がなりませんかいや今回はその方初陣じゃ。へえさようでございます敵は二万五千味方はほぼ三万。 敵味方で六七万の大軍の掛け合わせになるかような対戦には初陣はよろしくないよって留守居を申しつけるどうしてもお供は叶いませぬかこの度はかなわぬ初陣は二千か三千の小競り合いの時に限るぞその説召し釣れることといたすであろうええ二三千の小競り合いというのは いつあるのでございますたわけめいつあるとは何のことだ合戦は始まらん前にいつと定めがつくかなるほどそれはちと困りましたないつあるかわからぬ小競り合いにお供を仰せつけられる大合戦ばかりで小競り合いのなかった時は小吉郎を一代初陣をすることができませんそれはそうださあ どうも心細くなりましたな。毎朝毎日天下大乱国家大変を祈ったが天下小乱国家小変と祈ればよかったかな。何を申しておるいえ何こっちのことでございますが。はあなんとかお供のできる工夫はないものかな。うん。あるあるあったぞ閉めた。 何を頓強な声を出すのだ。あっちへ下がっておれ。へえ、御前様、なんだ。武士というものは、舌を二枚に使ってよろしいのでございましょうか。つまらんことを聞くではないか。その方は我が家に来て何年になる。十一の年に来ましたが、今が二十一。足掛け十一年になります。十年以上も我が家に奉公をいたしながら、 武士が舌を二枚に使ってよろしいか悪いかまさら聞くやつがあるかへしかし胸に落ちないことがありますからお聞き申すので舌を二枚に使ってよろしゅうございますかまだそんなことを申しておる武士たるべきものが歯から外へ出したことに異変のあるはずはないそれは嘘を申してはならぬのでございますなもちろんさようだ だだからそこだそこへえー、今より4年前御前様のお供で府中に参ったことがございますなうんあったその節御前様が府中常磐の方をお招きになった主蘭の関口様が酒の上で御前様へ難題を吹きかけました手前が 関口様のお相手となってひどく殴ってやったことがございましたろう。うんさようなことがあった。お客様お立ち帰りの後手前を一室へお招きになってさて友吉郎香牧は風におられ出る杭は打たる。皇后決して腕立てをしてはならん。その方は見どころがあるによって浜名へ帰れば。 部領土を我らの知ったところはそこをたたいてその方に授ける必ず決起にはやって今晩のようなことはしてはならんとくれぐれも意見でございました手前もそのご意見に基づき今日まで決して決起にはやったことはいたしませんそれは当たり前のことじゃところがその折のお話に当家と相模の北条とは 五越の間柄遠からのうち対戦が始まるに違いない一人二人の者を打ち据えたところで褒めた技でないから大敵に当たって巧妙を立てろ北条の合戦に立派に働けとこう仰せられましたなうんなるほどそんなことも申したそんなことも申したじゃございません今日になって共には召しつれぬ ルシ水を申しつくる謎とおっしゃってみるとこれはその下を二枚に使ったものでうーん、なるほどいよいよ御前様は嘘つきでございますか控えろ、嘘つきだなんぞとそれでも舌を二枚にお使いになってああよいよい、わかったわかったわかったとおっしゃればお供が叶うのでうん、よろしい、供を申しつくる それはありがとうございます。そこで一つのお願いがございます。何んだ、お供となれば川ぐそく陣傘をかぶるのでしょう。そうだ、戦所墓に立つには、いでたちがよろしくないと良い敵と掛け合わせができませぬな。それはもちろん、御前様のうちでし。木下とぼきちろうが陣傘はあまり気が利きません。どうぞ。 どんなものでもよろしゅうございますから兜を一つ頂戴いたしたいものでいろいろなことを言うやつだそうじて武士は初陣に限らず門出が大切なもので見祝いをいたすくらいのものだとは午前が常にお話になっております友吉郎を初陣の門出に兜をお祝いなすって兜を頂戴するというのは 敵の首を取ったようなもので誠にめでとうございます。それもそうだ。しからば土蔵の3階に袋に入れてつるしてある桃形のかぶと。あれは余が初陣にかぶったものだ。あれを使わそう。ありがとうございます。持ってきてみろ。えこれでございますか。3階へも上がらないで大層早いではないか。多分 これくださるだろうと思って最善出しておきました恐ろしい素早い男だ藤吉郎松下嘉平次から桃割れのかぶとをだいした袋を洗ってみると鎧おどしの糸が切れてあげたところもあるどうだそのかぶとはその方の面には相当のものだへへへいや 古物でございますな。いくら古物でも兜をかぶれば陣傘とは違う。塔吉喜んで支度に及んだ。そこで嘉平次はいよいよ浜名を出立。同勢は504人。白地に四つ目の旗二流れ金四つ目結び白らしゃのバレンボを仕立て。だバ三十頭これには釜及び小仁田型必要の道具を付け。 まず府へ乗り込んで一応同勢を点検いたし諸軍勢より先へ打ち立って愛人の場所と定まった藤川りまで乗り込んでくるこの兵糧方というのは容易ならん役目だ同勢の生命はいつに同勢の生命はいつに兵糧方にかかっている同勢ばかり先へ出て兵糧が来なかった日には合戦はできない そこで兵糧型は第一に乗り出す。に兵糧方の備え場所がなかなか難しいございます。あごつくと大変なことができる。というものは自分がここならばよろしいと地理を至ってじ陣を張る。あとから乗り込んできた軍師が「いやそこは先手の陣を取るところだ。そんなところに兵糧方がいるのはいかん」と言われれば急に引っ越しもしなくてはなりません。 引き越しをするのは良いが手間取っていれば食うものが間に合わなくなるそれでは兵狼型の役目が立たないということもあるからその場所を見立てるが良いなものでないしかし松下はさすがに派軍流軍学の師範役だここが先人ここが中軍ここが護人とちゃんとその場所を見積もり 妨げないところで兵糧を送るに最も便利なところを選びました抜け目のない友吉郎はその予防筋をことごとく見てすっかり胸に畳たたみ込んださて貨幣寺は適当なところへ小仁備えを据え白地に四つ目の万幕まを張り回しそのうに30箇所のかまどを築き1番から30番まで印を立て 一かまど五人ずつの手配りをいたし用意全く整った頃先人が乗り込む続いて二陣三陣と乗り込んで二十五八段に備えを立ったのは実に堂々たるものでございます。これが二月十八日で十九日二十日十一日の四日退陣をしておったが一向北条方から攻めて参りません。 東海名題の荒川富士川を前に控えて双方にらみ合っているばかり今川方の軍略は敵が川を渡って取り詰めてきたところで合戦をいた祖母というのだから無論こっちから向こうへは渡りませんが敵の攻め込んでこないところを見ると向こうでもこっちが川を越すのを待っているかもしれん。 向こうに全体どういう軍略があるかというのがご表情でございます。貨幣寺も軍学者であるから本陣に召されてご表儀に出る。とぼ吉郎幕張のうちにあったがちょうどこのつごろ偉人のことだから双方の陣を見るのが必要だと考え。山崎さん何ま木下お前様はご本陣でご表儀。はあ。 そうですか。私はちょっと敵人の様子を見物してくる。なんだい、見物とは。芝居や相撲じゃあるまいし、やめなさい。川向こうは敵人だ。忍びの者と見られてはいかん。なあに、大丈夫だ。見られたところが生け取りになるか、討ち死にをすれば済むだろう。勇士が先人に望んで、敵の采配がわからなくては対抗は立てられない。なんだい。 そんな大言を吐いて悪いことは言わねえやめるがよいいやご心配ご無用だ善様がお帰りになったらばこうだと話してくださいいつもながら木下の強情には困るまあ怪我をいたさんよう用心して行ってきなさいありがとうでは頼むよとつの神金安の小刀を前に関の孫六のたちを後ろざまに背負い 川具足に桃なりの兜をだいて松下の陣を出た藤川の淵についてだんだん上流へ上ってとある小高い丘に上って敵味方の陣の敷き方を眺めた北条の先陣は関東も七いの御御所を伊東日向い伊織に北高の縄文ついたる旗馬印天狗も古賀さん捨てたい松 かがりにじその勇ましさといったら言語に絶するばかり。味方の先人は朝日比ビッチ部の神これまた。松明かがり火を炊きたて勇気凛々たる様子は旗の手にも相わかる。双方を見比べてとぼきちろいや北条といい今川といい甲乙はない陣立て勝負を見切ることはできないが。 始まったらばよほどおもしろかろう。見ているうちに敵方伊藤の陣中にはなんとなくさっきのたったよぼすはてこれははさがけが始まるな。いやいよいよおもしろくなってきたぞ。と言っていたが何思い拳とキチロを小手あてを払い羽布との高ひもを跳ね上げもたる槍を投げ捨ててどんどん。 堤下へと下った寅吉朗を大土手を下り富士川の流れに口をすすぎ身を清めて再び元のところへ登ってきた振りあおげば三国一の富士山指示不断の白雪もいただき如月半ばとはいえ月がある健全としてその姿が前にある寅吉朗富士山に向かって柏手を打ちハム 富士千間大菩薩、この花咲くや姫の御子と。戦いが始まったならば、この友吉ロボに第一の光明をなさしめたまえ。我が念願成中なさしめたまわば、富士山をもって、日本祖母糸、崇め立てつる。万一願いをかなえざる時においては、片っ端から取り崩し、平地になすべし。それが嫌ならば、我が念願をかなえたまえ。富士山に向かって。 脅迫を始めたこれでは富士宣言も利益を授けずにはいられない。塔吉郎にっこり笑って小手当てをつけ兜の紐を結んだ。この時北条坊の陣では「ドーンドーン太鼓を打つ」音ドーンドンドンドーンドンドン」「序派九林平当社怪人列在前 ここのくじを打ち切るこれが「わあわあ」という時の声が上がるとたちまち「先人いとぼ日向神助くに仁とぼに乗り出し左右を振って指図するぼすそのうちに同勢は左右二陣となり一手は富士川の上流を渡り一手は下流を渡る。 富士の雪景に水かさば日頃に十倍し流水はあたかもそやぼいるに異ならずその急流へ乗り込み人いかだぼ組みえいえい声を出して押し渡ってくるとぼき吉ろぼ新中部に敵川を渡れば半ばにして討つは兵法今に味方から鉄砲を打ち出すだろうこれはうっかり帰ることはできぬと見ていると一向朝日なび。 自分のううとといさない悠々然として備えを立っているばかり。はてな寸縁山の三国において人に知られし治癒の大将。どうも朝比奈が敵の川を渡るのを見過ごすわけはないがこれは何だぞ必ず計略のあるに違いないだろう。どういう計略かなと見ているそのうちにもう合戦が始まりました。 双方から打ち出す鉄砲は雨あられのごとくヒュッヒュッと飛んでこの辺まで来る。一つの玉がきちの目の前をかすめてヒュッと飛び去った。大胆不敵の友吉郎だが「こりゃいけんこんなところにいてまぐれ玉に当たって死んだ日には誰も褒めるものはない!と」と辺りを見回すと少し離れて一つの竹やぶがあった。これ幸いと 前に槍を置きその竹藪の中へ潜り込む中から伸び上がって合戦の様子を見ておりますのはさすがに藤吉郎でございます渡航をするうちに味方朝比奈勢は伊藤日向神の同の勢のため切り立てられじりじりと後へ退く様子何分敵方は切っ先が鋭いたちまちにして朝比奈勢そ母崩れとなって 陣の方へ崩れかかりました伊藤勢においてはこれに勢いを得どんどんと追い込んで参ったところへ左右よりおよそ200丁ばかりの鉄砲をドドドドドーンと打ち込んで朝比奈の伏兵一度に怒り立った様子こうなるともう乱軍でございます敵も味方も入り乱れてぶち合ったが伊藤勢は まさしく朝比奈の計略に当てられたからたまりません。四分五列と相なって四方に散乱いたします。藤吉郎味方の勝ちとみて踊り上がって喜んでいるところへタッ,タッ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 と馬のひずめの音が聞こえる。藤吉郎やぶの間から透かしてみると黒糸銀子ザの鎧 けこまいしころのかぶとをたかひもにむすびちゃくどづくりのじんだちをかもめがたにはきししゃくしんのうちだちをうわおびにひきはさみびゃくだんみがきのこてすね当てふりげのこまにきそうやまだてのくらきんからかわのあおりあんばんてつはとむねがたのよろいじんとしろとのそめやけのたずなをくらのやまがたにむすびつけみぎのてに の先より塚本まで血染めになった近江の槍も立てなわに城川藤巻の采配を収めよほど手ごわい働きをいたしたものと見えて鎧の大袖こそではちぎれちぎれちみどろちがいになり友吉朗の忍んでいる前へ来てぴたり馬を止めた「いや恐ろしい大将だな勇ましい姿だ敵でも何のそれがしという これは大将だろう」と友吉郎様子を見ていると例の大将を振り返って今伊東の軍勢の破れたる様子を打ち眺めバリバリ鏡を言い出し両眼を見開いて今日思わざる敗軍を言い出し多くの手の者に討ち死にをさせ何とてこのまま味方の陣に変えられるべきや。うーん残念。 今ひとたび敵中へ乗り込み思う存分の働きもなし口絞りもなしで松田家名前を残すよりほかはない敵の計略に陥ったが無念至極と王毅に怒っているようす藤吉郎大胆にもこの大将と勝負をしようとこそりこそり藪から這い出した。